24時間コスメのナチュラルオールインワンバームのご紹介をしようと思います。それではマリコちゃんスタート。手作り化粧水とね、でその後につけるオイル、植物性オイル、これでスキンケアしましょうっておすすめしてるんですけれども、やっぱりねそれだけじゃ朝起きた時全然持たないぐらい空気ってすごく乾燥してる時期になります。そのスキンケア悩みを一気に解消してくれるこちらのオールインワンバームのご紹介になります。これもちろん完全ガチガチゴリゴリ無添加だから安心してお顔にのせていただけるアイテム。開けたらこんな風になってます。ちょっと私使っちゃったんですけど、試すのにかなり硬いです。だからこう指でもねあんまりこう取れない。スパチュラとかそういったものでゴリゴリって取ってお顔にね塗布する感じの方がいいのかなって。ただ私はもう爪の裏でこすり取ってやってますけど、まあ、水の成分が少ないからねそんなにね痛みの速度が速いわけではないので、もうこれぐらいの量だったらもう爪の裏とかってね爪の裏ってこれね爪の裏とかでこう小さいで取ってもいいのかなって思います。取ってこうねかなり硬いね、グロッシー。化粧水の後の植物性オイルの代わりにこのバームをお顔に塗る、すると朝までテカテカツヤツヤウルウル、乾燥した冬でも全然動じないバームになってますので絶対おすすめです。手作りめんどくさいっていう方、これ絶対おすすめです。まずお化粧水をお顔に塗布して、その後マカダミアナッツオイルを100円玉ぐらいのねワンプッシュお顔に塗ってます。塗った直後はもうこれぐらいねテカテカしてるものなんです。テカテカツヤツヤ。ただ次朝起きるとご覧ください、これぐらいねやっぱりもうどっか行ってるんですよ。オイルが、化粧水も化粧水もオイルも飛んでっちゃってるので、これが朝起きた時のお顔の状態ね。で次もまたお化粧水を先にしてお顔に水分をたっぷりと与えてあげます。そして今回ご紹介する24時間コスメのバーム、こちらをお顔に塗っていきたいと思います。手のひらで温めながらこう混ぜていくと硬かったバームが溶けていきますので、それでお顔に塗布していきます。そして翌朝ご覧くださいね、しっかり残ってるでしょう。全然乾燥してないです。寝る前にスキンケアした状態と同じ状態が翌朝まで続いてる。はいね、これなんですよ。やっぱりね私たちの肌ってもう老化が進んでってますので、いかに日頃肌を乾燥させないかっていうのが一つポイントになります。皮膚の間に歪みができてしまうとそこを修復しようっていうのはよっぽどやっぱり大変なことなんですよ。でお肌の内部のコラーゲンもエラスチンも、弾力を保つためのエラスチンもどんどん減少してってるので、肌に一回水を作ってしまうと弾き飛ばすことって結構難しい。だから私たちが今できることっていうのはまずシワを一個も作らせないっていうのは無理なんですけど冬はオイルをこういったバームに変えてあげるっていうことと、もう一つやっぱりね空気が乾燥してますので寝室に加湿器を置ける方はね加湿器を置いててください。それだけでもね全然違います。やっぱりその空気が乾燥してるからお肌の水分が蒸発していくんですよ。蒸発しないために
空気がしっかりと水分を含んでてあげることが必要。そうするとお肌の水分っていうのは持っていかれない。逆を言ったら、こういったバームを使わなくてもいっぱいいっぱい加湿ができてるお部屋だったら、通常の化粧水とオイルのスキンケアで翌朝まで大丈夫。ただね、水蒸気バンバンやってたら家の持ちがどうなのってことなんですよね。家自体は湿度を嫌いますので、そんなにね、もう歌手じゃないんだから黙々は炊けないでしょ。なので、最低限の加湿をしてあげることと、あとはこういった冬用のねナイトクリームっていうのを使われたらいいかなって思いますので、もう絶対おすすめ。これね、もうちょっと早くねご紹介したかったんですけれども、こういうのがね本当にないの、いろいろ探しても。だからもう本当にさ、もうさ1億回ぐらい言うけど、このねもう24時間コスメさん、もう本当私はもう激推し、めちゃくちゃすごいメーカーさんだなってもう本当ね日々感じてます。もう商品はどれも完全無添加、ほぼね毎回言うけど、パッケージねちょっとチャラチャラしてるんですよね。で薄いんですよね。こうもうちょっとさ、こう小さめで深いサイズで同じ容量でできんかったとかやなって思うけれども、これがね安かった。はい、いかがだったでしょうか。今日は24時間コスメの何言ったっけ、最近さ言いたくないよ言いたくないけどね、老眼が始まってきました。皆さんどうですか、老眼始まってきたっていう方、始まってきました。やっぱね、子供とかがさ、ほら見てって言って ここまで持ってくるんですよ、なんか読んでほしいものを。でも一回話すもんね、毎回この辺まで持ってくんの、わざとのように。絶対見えんもんね。去年ぐらいからあれおかしい、見えにくいっていうのでね、もう今ももうすごく見えにくい。早いのかな、私今年45で老眼のスタートって早いですかね。遠くもね見えにくくなってきたんですよ。多分もう今 1.0 もないんじゃないかな、霞むんですよね。いいこともあるんですよ、多分見えん方がいいこともある。もう前はさ見えすぎてさ、いろいろさ、もう家のなんか汚いところとかね、床とか髪の毛落ちそうとか、なんかいろいろほら見えすぎててイライラすることが多かったけども、今はねもう見えないので、全然もう綺麗だと思ってる家が。だけどね、もうあ悪いことばっかりじゃないんだなって思った。あの見なくていいものもある。もう最近耳もね聞こえづらくなってきてて、もうババアやん。特にねお酒が入るともうどんどん聞こえないから、私夜はもう爆音でテレビ見てるんですよ。で旦那が帰ってきて、あのもうどんだけ大きなボリュームで聞きようとって言われて、でも聞こえんじゃけんしょうがないやんみたいなね、聞こえんままテレビ見らなあかんわけみたいな、逆切れしたりして、あ耳も遠くなってってるんだなと思って、しょうがないよ、だってねえ、いつまでもさ耳も目もさ肌もさ若かったらさ気色悪いじゃないねえ、ある程度やっぱ白髪も生えます、剥げますねえ、目も見えにくくなって、耳も聞きづらくなってっていうのが普通でしょ。まあいいよ、みんな一緒やもんね。私まだ老眼になってないですっていう方はね、あのもうコメントはしないとってください。私だけってなるしね。はい、何やったっけ、あまとめに入ってたね。はい、そうそう、これ名前なんや、そうそう、記憶力もね。それでは
マリコチャンネル、また来週木曜日、バイバイ。